ございます。今日はソニ高原に行こうと思います。向かっています。今日はね、ススキを取りに来ました。さて、どんな風に取れるか。それでは、レッツラーゴー。はい、駐車場到着しました。今日の日没は17時14分だそうです。ソニ高原到着しました。ただいまの時刻が9時25分です。それでは今日も撮影していきたいと思います。行きます。久しぶりのソニ高原です。いつも星空撮影にはね、たびたび寄せてもらうんですけれども、夜ばっかりなんで昼の光景ほとんど見たことないんです。実は私はススキがすごく綺麗な季節になってきましたね。うわー、すごい明るい時間に見るソニ高原もいいですね。すごい綺麗です。うわー、めっちゃ綺麗です。雲もいい感じになってきました。さすがシーズンということで人も多いですね今日は。おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、それでは登っていきましょう。すごい階段がずーっとつながってます。大丈夫ですか？55分として考えて上までどれぐらいかかるかちょっと測ってみたいと思います。まあゆっくり行くんでこんなもんかな。めっちゃ綺麗です。今日はね、お天気、まあ、曇り空かなと思ったんですけど、そこそこな気温で、私トレーナーで着てるんですけど暑いぐらいです。半袖でもいけそうです。絶景です。だいぶ上まで登ってきました。山頂の方なんですけれども、風がもう強風が吹き荒れてます。上の方はもう風がすごいです。しかも体感温度がさっきよりもだいぶ下がって、ちょっと上着脱いだんですけれども寒いぐらいです。そろそろ降りていこうと思います。写真を撮りながら上に向かって上がってきたんですけれども、だいたいゆっくり写真撮影しながら上がって1時間弱で上まで来れると思うんです。その方でしたら多分30分くらい到着できるんじゃないかなと思います。
それでは降りまーす。ちょっと怖い。ちょっと待って。山頂の方は結構デコボコしてて、足元危険なので気をつけください。今ちょっとハプニング発生しました、胸につけてたワイヤレスマイクが落としてしまいまして、探し回りました。誰かがススキに優しくつけてくれてました。見つかった、イエーイ、よかったです。危ないところでした。ススキにつけてくれた方ありがとうございます。よかった。これでもまだこのマイク買ったとこなんでね、見つかって本当に助かりました。パチパチパチ。今展望台に向かって進んでいます。ここも見晴らしいんですかね。行ってみたいと思います。はい、まもなく展望台に到着です。どうでしょうか。おう、こちらもね、先ほどの登った山が向かいに見えます。先ほど山の上までね、登ってたんですけれども、お分かりいただけますか？駐車場まで降りてきました。今日は阿蘇美高原を楽しみました。楽しみました。それでは今日はこの動画終わりにしたいと思います。いいね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。